なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回はアスリートがやってくる、来年の東京オリンピック・パラリンピックへ向けた事前キャンプ受け入れの取り組みを紹介します。助手は平川さんです。岩見空港に到着したのはパラリンピック自転車競技のアイルランド代表チーム。益田市で事前キャンプを行います。選手、コーチなど12人が歓迎を受けました。事前キャンプとは、国際大会などに出場する選手が事前に開催国に乗り込み、より本番に近い環境でトレーニングすること。来年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、各国の選手が国内各地でキャンプを行っています。益田市の環境が自転車に適しています。そのおもてなしと人の優しさにとても感動しました。益田市では自然に恵まれ、交通量が少ない環境を生かし、サイクリングルートの整備など自転車の街づくりが進められています。それが今回のキャンプ地選定の決め手になりました。これから選手団との交流会が始まります。選手たちがデモンストレーションを披露。そして子どもたちからの質問タイムです。1分11秒です。選手、そして児童たちは教室に戻って一緒に給食の時間を過ごします。金メダルを見ててくれたところが、すごく全力で一生懸命滞在3日目、今日はあいにくの雨ですが、実際にロードに出てのトレーニングです。おお、いや、思っていたよりも結構スピードがありますね。アップダウンがあって、田舎の景色も美しかったです。安全に走れました。このキャンプをですね、機に自転車によるまちづくりを進めることで考えておりますので、そうしたこともですね、多くのきっかけになるんじゃないかと。県内では益田市のほか、出雲市でソフトボール日本代表の事前キャンプを実施。奥出雲町がインドホッケーチームの誘致に取り組んでいます。また7つの市町村がホストタウンに登録し、海外との交流事業を進めています。自然キャンプは世界トップレベルのアスリートと交流できる絶好のチャンスです。県と市町村でこの自然キャンプを成功させたいと思います。次回は新年1月13日の放送です。本日はここまで。それではまた。